サメさん、広島一律行ってみたいと思います。今日の直後全体像はこちら。で、先さん、今日空襲1問題。ま、あ、20問ちょっと全部やるとですねえ、時間がなくなってしまいますので、その中から最初の14問。これを一緒に頑張りましょう。サメさん、第1段落と第2段落でございます。まずは空欄1番で。選択肢こちらからお願いいたします。サメさん、空襲の右側でございますが、名詞が来てますよね。 ということで、皆さん、この空欄一番には多動詞を入れるべき。そうです。多動詞の後ろには名詞が来ますよね。まあ、そうすると一発で削れそうなのは選択肢の A。皆さん、h a p p e n ときたら自動詞。で、あと皆さん、BCD ですが、これ皆さん全部多動詞ですね。で、あと皆さん、どれにしますかということですが、今度は空襲の左側。皆さん、屋上に庭園を持ったり、皆さん、ソーラーパネル。それを設置することによって、環境にうにゃうにゃ。 と聞いたら皆さん選択肢の C 環境を守る環境を助けることになるんですねですからマイナスの内容の Hard まあ概要を与えるとまあ概要を与えるぐらいだったら皆さん庭園作ったりソーラーパネル設置する必要性はないですねで一方 D のホールドは持つ、まあ、ちょっとさすがに環境は持てませんですからやっぱり正解は C ということでよろしいかと思いますでは続きまして空欄2番検討をお願いします さみさん、これは空襲の前後。皆さん、あの選択肢を入れることで、熟語が成立しますよね。そうです。選択肢の A。Pay attention to。うにゃうにゃに注意を払う。注目するという熟語があったかと思います。ですから、これはもう正解は一発で A ということでよろしいかと思います。さみさん、続きまして、空欄3番の検討をお願いします。さみさん、これは空襲の右側でございますが、通過した法律。 ま、可決した法律が、それは皆さん、ざっと以下のことを求めてますね。ですが、求めてる、要求してるわけですから、皆さん、これはもうすでに可決してなければ、それはなしえないですね。ですから、すでに可決している。ときたら、選択肢の D。Recently ですので、最近。ですので、最近可決した法律がざっと以下のことを求めてると。意味ない表はバッチリですので、正解は D ということで、よろしいかと思います。 サミさ,さん、ついての段落でございます。まずは空内4番。こちらから検討をお願いします。サミさ,さん、これも空詞の右側でございますが、plants という名詞。で、先ほどの段落でもあったように、皆さん、後ろに名詞があるということは、他動詞を入れるべきですね。そう、サミさん、ご存知かと思いますが、自動詞の B は×。で、あと皆さん、残った選択肢ですが、さすがに plants、植物ですからね。 そうです。屋上に植物をときたら皆さんグロー、育てる。これでよろしいかと思いますで皆さん続きまして空欄5番検討をお願いしますそれじゃこれ空欄5番の前後の関係性でいけそうですねで選択肢の A はうにゃにゃに加えて B は実際は C は左側で D は上であと皆さんビールのなんとかかんとかの植物 このさ言い換えられそうな表現ここにありますよねそうです屋上で植物を育てるんですねですから選択肢の D これだったら皆さんビルの上に植物を植えるとそうです屋上の部分に植物を育てる手バッチリですねですから正解は D ということでよろしいかと思いますそれでは続きまして空欄6番の検討をお願いします 先生、これは空襲の右側にディスで繋がってますよね。そうです。雨が降ってきてもそれを防いでくれる様子がうかがえます。ですから、植物と雨水の関係性ときたら選択肢の A。吸収する。そうです。植物が雨水を吸収してくれると。意味の用事もバッチリですし、こちらとの繋がりも OK。ですから、正解は A ということでよろしいかと思います。では、続きましてクーラーの7番の検討をお願いします。 さあみさん、ま,まず空襲の右側でございますが、嵐に繋がりそうな形容詞。まあ、あれしかなさそうですが、空襲の左側。洪水を引き起こしかねないと書いてますね。となってくると選択肢の B。ヘビースト o r m s まあ、暴風でしょうね。で皆さ、これであれば皆さん、洪水を引き起こしかねないという状況をバッチリ。ですから正解は B ということでよろしいかと思います。<music> さあさん、続きまして空欄8番の検討をお願いします。 それはそこでクーラン8番の左側ですが、皆さんビルをうにゃうにゃな状態に保つ。で、皆さんどんな感じで保ってくれるのかという具体的な話が次の文章中ですね。まあ冬場は暖かい。で、夏は涼しい。と来たら選択肢の B、快適。皆さんイメージできるかと思いますが、快適になりそうですね。ですから正解は B ということでよろしいかと思います。それでは続いてクーラン9番の検討をお願いします。 サミさん、エネルギーをどのように使ったら、まあ、コストが下がるのか。そうです。コストを下げるような使い方をときたら、あれしかないですね。そうです。選択肢の B。で、みさん、これだったらエネルギーをあんまり使わない。で、その結果、費用が下がる。因果関係バッチリでございますので、正解は B ということでよろしいかと思います。サミさん、続いての段落でございます。空欄10番の検討をお願いします。 すみません。これはまあ熟語でいけそうですね。空所の左側、not only。そして空所と空所の右側、オル s o ときたら選択肢の B。not only A.but also B.A だけでなく B も。この熟語でよろしいかと思います。<music> それでは続きまして、空欄11番の検討をお願いします。すみません。これも熟語でいけそうですね。なんとか a b l e t o o t 定士ときたら b a b l e t o o t 定士。 ですのでこの段階で皆さん B と C が×あとは A ですか D ですかと言われたら Q 首の左側複数形ですよねですから正解は A ということでよろしいかと思いますさあでは次の段落でございますまずは空欄12番検討をお願いしますさあではんこれは熟語でいけそうですね B うにゃうにゃ in と来たらあれしかないですねそうです正解は BB interested in うにゃうにゃに興味がある。この知識ということでよろしいかと思います。では続きまして、空欄13番の検討をお願いします。さあ、さあ、これは空襲の左側の内容でいけますよね。で、皆さん、空欄12番の前後ですが、皆さん、植物を植えることに興味がないと。で、なければ、これですよね。ソーラーパネルの設置。ですから、前半部分が否定。で、後半部分が肯定。 で、その肯定否定の関係を伴う表現と言われたら、皆さん選択肢の B.Instead。まあもちろん意味内容もバッチリですね。植物を植えることに興味がないと。じゃあその代わりにソーラーパネルを設置しましょうと。意味内容上もバッチリ。ですから正解は B ということでよろしいかと思います。では皆さん続きまして、ク欄ラ14番の検討をお願いします。 これ空のの右側の内容ででけそうですよね待機中に汚染物質をでもしくは空襲の左側環境にとっていいこととなってくると選択肢の D ウイルスですから放出するこれ選んでいただけますと待機中に汚染物質を放出しないでもちろんそれが環境にとっていいことうまいことつながりますので正解は D ということでよろしいかと思います。